足を移動しながら向こうに傾くと、しっかりついてるように足をよくスイッチを押して、足そうです。いじめられた時ほど内股です。すべてを解決してくれるのが内股です。相手が叩いてくる、バーン、掴む、ブオー、これで解決。こう持ってくると足が上がる。で、こう回せば簡単にいじめやっつけられます。4 5 6
くなることができるって、ああいう感じで溜めてトトンって下ろして、だから下足上げてる、これ引っ張んなきゃいけない、全然引っ張っててもいいから、そうそう、それで引っ張りながら足をしっかり上がってない、全然止める、そう、安定させてからトトンって、ここだけでぶら下がるから足がこう分かんない、こっちとこっち両方でこう距離を持つ、トトンタイル足力で引いて体をこうまっすぐにして、よじけてる体幹が悪い、そうそうそう、内股を覚えてください、あと50回遊んでる場合じゃねえよ、かつら終わんねえ得意技ね、ラスト50回、先生は内股の足をこっちに、体の椅子で先生がしっかりとってんだよ、ま、たいやしっかり立ってるよしっかり立ってるよ、ちゃんと立ってて、おお思い出した、ね、おお思い出した思い出した、ね、
もうその後一目散に見ないとやられちゃうから、相手をひるましたらもう距離を取る。やった。そんな硬い膝なんか蹴るから、ね、朝とか。だって彼女のが言ってるもん。自分の手をかばってるから思い切りやってる。握り方分かってる。こういうんだよ。これから見てると、ここをぶつかって突き上げするから、ちょっとこういう時から握って、この出てる親指を固める。こっちから、こっちから、ギュッと、こっちから、ね、小指の方からギュッと固めて、そういうふうに。おっ！逃げなきゃダメだっつって。やった。おわけだ。はい、立って。あとは蹴るんだったら、金玉とか蹴るとさ、ちょっと大変なことになる。だから下がった瞬間に。難しいから力が外かって割ると蹴りやすいけど、相手も分かってるし、こう出たらこの前に出た足をちょっと前足、ここパン、コーチがやるじゃん、コーチがいてこれになるじゃん、あれみたいな感じで払って蹴るような感じ。こうしたらかさる。こっちできねえか、できねえか、もしかしてできねえか。え、カズラはもしかしてどっちの足が蹴りやすい、右か左どっち、まあ、その当たり前そんな当たり前じゃないよ。右と左しかないんだから、どっち、多分右、こっち、やっぱり右足が蹴りやすい。そしたら相手も大体右利きだから、てめえつこう来たら、ここのところに踏まえつ出てきちゃダメだ。こう相手が来たら、そこにコーチがあるみたいに合わせる。あ、そう。来た。そんなの手の内見しちゃダメだ。傘だとね。もう外やったらダメだよ。内股もダメだよ。うわっ！ 1 本ずれか。3、4、5、6、7、8、9。あー、なんで最後だけおかしくなっちゃうんだよ。そう、それそれそれ。それで前にグーってこれです。飛ばねえ。飛ばねえけど。
話になんかやったら今、はい、そうあ、お前なんで真下に潰れたら自分がダメだ、前に倒さないあと20分ぐらいだけやれよ。もう8時になっちゃうじゃん、タラタラやってるから。20回連続でいく。やだよ、そしたら先生の後になっちゃうじゃん。なんだよ。1、2、3、4。先生がラストになっちゃう。